いいのか、新一。ビートルの中に博士のパソコン。新一。あった。というか。急に呼び出して。ボックスから俺のタブレットを出してくれ。あった。当時の事件の資料、まだ削除され、確か手鏡にの PTO。もともと手鏡に書かれていたも、その中から PTO へ起こった文字は U。やけに A が多い。CA が KA と思いつくのは容疑者の浅香か。UMAS 起こるは UMR 変えると、ラム、だとこの前ありましたよね、帝都銀行であの事件の際だってニュースの中の振り返る映像に映って逮捕された客連中の、と言ってもなんせ俺とあんとこの目で確認。ヒールを呼ぶ、逃げたシェリーが姿を見通してホテル、赤井が俺たちを襲ったのだ。米花町CI がキールを、そしてまあ米花町のハイド町と米花町部下、その前にお前に聞きたいことがある。工藤新一ってガキ知ってるか。誰だ、誰に化けてるんだ。本物の捜査官は無事なのか。教えられるのはここまで。あとはあなた自身で調べることね。コードネームはアイ。グラー。今後祈ってるわ。シェリーをやった、確かなんだろうな、ベルモット。ええ、貨物車ごと吹っ飛ぶところをバーボンが見てたらしいから。粉々になるのはシェリーだけで十分でしょ。でも本当驚きました。これこれ、静かに、疲れて寝ているようじゃから。そうか、事故が保護したのね。じゃ、あの時の坊やの電話は文字で一つの名称。末端の私に分かっているのは組織の殻がブラックってことだけ。8文字で、まさかそれって。僕が提供できる情報は全てあの少年に伝えました。ま、僕の情報は事件解決の手助けにはあまりならなかったようですが。大事の前だ、余計な日は消しておくに越したことはないからな。それより報告を怠るなよ、バーボン。次の追体験で会いましょう。エンドジェ